2015年度にイプシロンロケット2号機で打ち上げ予定のジオスペース探査衛星エルグ。地球をドーナツのように取り巻いている放射線帯の謎を探る人工衛星です。エルグはどんな観測を行うのか、 JAXA 宇宙科学研究所の高島さんに聞いてみました。ジオスペース探査衛星エルグが観測するのは宇宙のどのような場所なんですか？はい、ジオスペースというところなんですけども、ジオスペースと言っているのがちょっと地球の周り、例えば気象衛星あるいは GPS 衛星、国際宇宙ステーション ISS、 ああいったものがちょうど飛んでいるような領域、まあ、これからおそらく人類が宇宙に出ていくときに必ず通るような基礎となるような領域、そういった領域が今ジオスペースと我々呼んでいます。太陽の活動に伴ってこの常に宇宙空間には粒子が放出されています。でそういったものが地球にやってきた時に、地球にある磁場と作用して地球の中に取り込まれてジオスペースのあたりにある。そうするとそのジオスペースにある粒子がある程度エネルギーをもらって、その粒子が例えば地球に降り込んでくるとオーロラの発光現象のようなものが我々観測ができると。でそういった粒子がどのように生成されるのか、あるいはオーロラみたいなものがどうやって、我々のところに現象として見えるのか、そういったものを探るのがジオスペース探査衛星の大きな目的になっています。オーロラの現象自体は地上からいくつも観測されていて、いろいろな science的な観測もされたんですが、じゃあ実際に宇宙空間にそういった粒子が存在するというのを分かったのは1950年代にアメリカが衛星を初めて打ち上げた。その時に、実は予想もしてなかったんですけれども、地球の周辺には非常に、様々な粒子が大量にあるということが分かったのが一番最初になってます。私たちの暮らしに影響があるのでしょうか？そうですね、地球の周辺にある、そういった粒子が、非常にですね、活発に動いたりした場合には、地上で、例えば電波障害が起きたり、あるいは皆さん、ご覧になっている衛星放送というのがあると思いますけれども、その衛星自体が障害を受けて、放送が止まってしまったりと、そういったようなことが我々の生活の中に直接関連してくることがあります。例えばもう一つは GPS で今いろいろな位置情報というのを知っていますけれども、そういった情報が伝わってくる状況が変わってしまうと位置が分からなくなってしまう、あるいは位置の誤差が出てしまう、そういった意味で我々の生活に大きな影響を与える可能性があると考えています。こうした研究のことを何と呼んでいるのでしょうか？そうですね、宇宙天気研究というふうに我々呼んでます。要するに、今地上で、天気予報といったことでいろいろな天気を考えたりする、それと同じように宇宙で我々が生活していく、あるいは宇宙から何か影響を受けるといった意味で、なぞらえて宇宙天気研究という形で今ちょうど研究が始まったような時期というふうに考えています。また同時に、この宇宙空間で起きていることが地球上のさまざまな現象に影響を及ぼすということで、地上での観測ネットワーク、そういった人たちもこのジオスペース探査衛星のプロジェクトに参加して全体をこう理解しようという形で今進めているところです。今まさに衛星の名前にジオスペース探査衛星エルグとなっていますけれども、各日本のさまざまな参加する研究機関、そういった大学の人たちも含めて、衛星の観測の専門家、あるいは地上観測の専門家、その2つのデータをつなぐようなモデルの専門家、そういった三位一体の形でプロジェクトチームということでジオスペースの謎に迫ろうという形で現在進めているところです。地上データについては名古屋大学が以前から観測を続けています。で衛星は当然 JAXA 側でデータを取得していると。でその両方をきちっと
研究者が解析できるようにということで、名古屋大学と JAXA で連携することによって、今エルグサイエンスセンターといったものを立ち上げています。ここでは地上のデータ、あるいはエルグ衛星のデータ、また他のすでに飛んでいる既存の衛星のデータ、そういったものをすべて集約し、研究者が自由にそのデータを使える。それによって1ではなく2倍、3倍、あるいは10倍のサイエンス成果を出していこうという概念のもとに、現在それらのツールの開発といったものが進められているような状況です。国際的な協力関係についてはいかがですか？はい、衛星観測というのはやはり、広い宇宙の中で1点でしかないということで、同じ時期に、諸外国の衛星が同じ領域を観測するというのは我々にとっても非常に大きなチャンスである。そのためにアメリカが、バーネンプローブ衛星というのを放射線帯の中に、打ち上げています。NASA やロシア、そういったところをはじめ、同時期に飛ぶ衛星とのデータのお互いのやり取りによって成果を最大限拡大していくというのが一つの国際協力といったキーワードになっています。ジオスペース探査衛星エルグのすごいところは何ですか？エルグ衛星には波動粒子総合作用解析装置といった世界で初めての装置があるといった意味で、どの衛星でもできないことをやるという意味の国際的に競争力が非常に高い衛星となっています。ジオスペースにあるエネルギーの高い粒子がどのように生まれたかといったものを解明するための大きな役割を果たす装置ということになっています。衛星の開発で工夫している点は何ですか？はい、実はやはり、どうしても放射線帯という非常に放射線の強い環境を飛ぶということで、さまざまなコンポーネントを守らなければいけないということで、通常の衛星に比べると非常に厚い数ミリのアルミで覆うなどをして、その放射線の障害を衛星自体が起こさないということをしています。また観測機器では特殊な技術、あるいは特殊な計測方法によって、そういった強い放射線の下でも正しい量が測れるような工夫を各観測機器を作っている研究者たちが準備しているというところになっています。ジオスペース探査衛星エルグに期待していることは何ですか？はい、まずはジオスペースの中でエネルギーの高い粒子がどうやって作られるのか、もうその謎の解明に迫る、その謎を突き止める、それが一番の大きな目的です。一方、こういった現象は太陽系の中、他の惑星、例えば木星、土星、そういったところでも起きている。そういったところの現象を同時に理解する。また我々が決して直接は今の技術ではたどり着けない遠い天体でもおそらく同じようなことが起きている。そういったところでどんなことが起こっているのかをさらに想像しながら解明していく、そういったことに大きくつながっていく、そういったものが一番の願いであり、一番期待しているところです。放射線帯の謎を追うジオスペース探査衛星エルグ、今打ち上げに向けて開発中です。エルグの活躍に期待しましょう。